H1N1 ア系は A 型インフルエンザウイルスのア系の一つである。H1N1A とも表記される。このうちアプドム09と呼ばれる系統が人の間で毎年流行している。人の季節性インフルエンザを引き起こすウイルスであり、2017、18シーズン現在、H3N2B 型と並んで例年流行している。 また、豚の間で伝染する株もある。蝶類からも様々な種類の変異株が発見された。低病原性の H1N1 は世界中に広く分布しており、2006年に人に感染したインフルエンザウイルスの約半数を占めている。スペイン風邪としてパンデミックを起こしたウイルスもこのア系の株であり、1918年から1919 19年の 間に5000万人から1億人の死者を出した。1977年にソ連風が登場してからは、A ソ連型が季節性インフルエンザとして、例年流行するようになり、2008-09シーズンまで続いた。末期には、オセルタミビル体制下部が広まり、2008-09シーズンには大部分が体制下部となった。しかし2009-10シーズン以降は、 英ソ連型は全く報告されていない。2009年には新型インフルエンザとしてアプドム09が登場しパンデミックを引き起こした。以降はこれが英ソ連型にとって変わって流行を続けている。2005年 H1N1 のゲノムが科学雑誌サイエンスで発表されたがこのゲノム情報がバイオテロに使われる恐れがあるとして論争が起こった。同志には 1918年のスペイン風邪を起こした株と現在の株を比較した場合、約4400のアミノ酸のうち25個から30個程度しか変異していないことが判明した。この変異によって鳥由来のウイルスが鳥から人、さらに人から人へと感染するようになった。とある。アメリカとヨーロッパにおけるスペイン風邪の死者数詳細は、スペイン風邪を参照スペイン風邪は非常に 死死率の高い薬性の変異株によって起こったインフルエンザパンデミックである。第一次世界大戦中の1918年から1919 19年の間に流行し、5000万から1億人の感染者が死亡した。他の伝染病、戦争、自然災害などと比較しても最も短期間で多くの死者を出した出来事であった。スペイン風邪は H1N1 の インフルエンザウイルスによって起こったものであるが、H5N1 や H5N2 によって引き起こされる、鳥インフルエンザと類似性が見られる。一説には、H5N1 と同様に全身にサイトカインストームを引き起こすため、致死率が高かったというものがある。この説による基準であるが、スペイン風邪を起こしたウイルスは、肺細胞に対して影響を及ぼし、結果肺組織において、 サイトカインが過剰に分泌され免疫系を刺激する。これによって、白血球が肺に移動し、肺の細胞を破壊して、出血を伴う、中程度から重度の肺胞炎、肺胞不腫を引き起こすことで、患者は呼吸困難に陥る。このようなサイトカインストームは、幼児や高齢者より、健康で免疫系が正常な若年の患者に、起こりやすい。ソレンカは、 1977年から1978年にかけてソ連で流行した AUSSR9077 によって起こったインフルエンザのエピデミックである。よく似た株によるインフルエンザが1947年から1957年にも流行したため免疫を持たない23歳未満の子供や青年に感染した。パンデミックと言われることもあるが、 主に青年のみに感染したため厳密にはパンデミックではない。1978年から1979年にかけて製造されたワクチンにはこのウイルスが含まれている。日本では H1N1 をソ連型もしくは A ソ連型と呼ぶこともある。ソ連風邪は研究所に保存されていたウイルスが何らかの理由で流出したことが原因と言われている。詳細は 2009年新型インフルエンザの世界的流行を参照2009年の春頃から2010年3月にかけて米国から世界中で AG1N1 夜景による新型インフルエンザが流行した。豚の間で流行っていた豚インフルエンザのウイルスが人に感染するようになったことに起因するとされる。メキシコで流行した後に全世界へ拡大しており、 2009年6月12日には世界保健機関が世界的流行病と宣言し警戒水準をフェーズ6に引き上げられた。当初のメキシコにおける流行では感染死亡率の高さから注目されたがその後の分析によって季節性インフルエンザ並みかそれ以下の致死率とされている。今回の流行により2010年1月までに 全世界で1万4000人以上の死者を出している。ありがとうございます。